さあガチエリアマヒマヒリゾート&スパやっていきましょう。よし、今回はドラを担いできております。さあ開幕ないさ基本。さあ物ども行こうぜ。さあまずはね、エリアの左側のこの壁の後ろでボムを投げて牽制ですね。高台に2人いる、あれもボムを投げて牽制していくね。そして、取られているんだったらね、エリアにボム、そして、高台に次はボム、こんなんでいいでしょうね。これでずっとここでキープしていけばね。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。あ、これボム来すぎ、逃げまーす。大3ガチエリア、もずく農園、やっていきましょう。向こうは、ダイナモと黒デコが射程が長いくらいかな。ローラー握ってるとね、どうもやっぱり射程の長い子だけをね、意識するっていうのが多くなりますからね。よいしょ。じゃあまずはこの石面塗って、下にボールドがいる。ボールドを倒す。よし、オッケー。さあ、そしたらエリアを確保しているのを味方に任せて、ここで、あれ倒せない。じゃあいいや、無視してこっち行こう。ここで、やられます。まあ、だいぶね、場を荒らすことはできたからいいんじゃないんでしょうかね。それにしてもいい頭ギアだな。後で呪文させて。さあ、お、敵全滅。ナイス。よし。じゃあね、まずは確保して戻ってくる敵に対して吸盤をお見舞いしてやる。そしてここでやられます。何今の、ダイナモか。うわー、ダイナモゾンビしてじゃん。死んだはずじゃまだしぶとく生き残っている。さあまあいいや、最短からいきましょう。あ、味方が2落ちか。戦車つけられてるから全部ボムを投げて牽制してくるはやられます。あれ、もしかして何もできていないのでは、やばいのでは。まあいいや、気を取り直していきましょう。ダイナマが中央ですごい暴れてますね。あ、でも敵が一時的に3落ち。よし、じゃあボムを投げていきましょう、ね、モズがぶっちゃけさ、適当にボム投げてればなんとかなるから、ね、そしてここで帰ってきた子を倒す。イエーイ。さあ向こうにもいる、これも倒す。倒したー。オッケー。さあ、スプリンカー、これダイナモかな。まあ、とりあえずボムを投げて、OK ですね。はい。最後だけ仕事した。はい、見事ノックアウトということでね。前回も確かモズクのエリアだったかな。その時とはまたね、日付が違うんですけれども。うわー、味方がみんな強かったかな、これは。味方くんだね。よし、まだかろうじて S プラスで頑張っています。さあガチエリア、再びもずく農園にやってまいりました。若干ラグいか、大丈夫か。よし、始まった。こっちは4人、向こうも4人、 OK だね、誰も落ちてないね。よし、やっぱりね、回線落ちてね、なんか、負けたりとか、勝ったりとかすることはあってもね、なんか時間の無駄みたいな気がしてなんないですよね。ね、どうしたったらちゃんと正々堂々とね、戦って勝ちたいし負けたいかなっていうのはありますね。さあ、というわけで試合が始まっておりますけれども、ね。まずは壁面をきちんと塗ってって、いるかな？下にはもういないかな？あれ？敵どこ行った？あ、そっちか。バルーンの裏。オッケー、これは読み勝った。そしたら、エリアをどんどん塗っていきたいところだけど、9番届かない。じゃあメガホンでとりあえず左側に隠れてやり、そしたらその裏いるでしょ。あ、いなかった、どこ行ったんだろう。あ、いたね。あらら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 ら、じゃあゆうかさん、どうもこんにちは。あ、上はやります、やれません。よし、よくない。もう来ないね。向こうにもローラーがいるね。あ、なんかいた。あー、倒したかった。しょうがない。さあエリアを確保しつつ、
メガホンが溜まりつつ痛い。よそ見運転はやっちゃいけないっていう啓蒙動画ですからね、これはね。皆さん、イカを泳がすときはきちんとね、前方を確認しないとね、あんなことになってしまいますからね。そうですよ。はい、皆さんいいですか、飛び降るときはね、きちんとね、足元を確認しないとね、やられてしまいますからね。あかん、あかん、あの完全にあのこれあれだよ、自分からやられに行ってる、ね、ダメなんですよ、自分からやられに行くようなことしちゃいけないね。そうです。さーてと、はい。いいですか、自分からやられに行くようなことしちゃいけませんかって、これ全部同じ人じゃねえか、この野郎。おお、名前覚えたぞ。よし。あ、でも残り12だったらね、なんか人数有利もあるし、なんかいろいろといけそうだね。あれ、なんかやった。あ、しかも、あ、おー、さっきのね、あの借りを返していく、そんなスタイルで。さあ、あとはこれをやって、ね、甘えたシールド3押しですね。これはいけるかな。あーかー。いけるかなじゃないよね、勝ったけどさ。うん、しょうがない。うん、何もしてない。味方がなんかさ、気がついたら敵をパカパカ倒してくれるから、これだから S プラスはすごいんだな。うん、ね、S プラスかっこ笑い勢としてはね、頑張って食らいついていきたいところではございますけれどもね。さあ、ポイントを稼いでいこう。おっと、3連続もずく農園になりました。よし、やっていきましょう。お、味方にはダイナモバーン。そして向こうには、あ、スピナーが結構いましたね。あれ、ハイドラ様かな。ハイドラ様はね、射程の暴力ですかねー。ポイズンボールを食らった。あれかな、性格スピードコアかな。はい、オッケー。さあ、復活したところで、あ、敵が2落ち、こちらは1落ち。味方が塗り意識高そうでいいですね。じゃあ私はユゲンを見せるで。お、エリア確保、おめでとう。じゃあ上から、あそこにハイドラ、違うな、あれはスピコラかな。スピコラは帰れ、またいた。あー、帰ってなかったよ。まあでも吸盤バムで下に置いてきてくれたから良いとしましょうね。うん、はい、味方が全滅しております。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。スピコラに引き勝手させた私の責任だね、これは。じゃあ裏から行きます。コロ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 。さあ、まずはメガホンで真ん中のゾーン、 OK ですね。もずくはひどいからね、メガホンでなるべくね、あのエリア分断させるように打ってあげるとなかなか強いですよ。というわけで、うん、あ、ハイドラ様だ、刺さるかな。気づかれてた。うわー、キルタイムえげつねえな。あ、新潟ナイス。さあ、ハイドラ様がね、遠くにいるから、なるべくね、懐に突っ込んでやっていきたいところではありますけれども、あ、味方ないんですよ。あ、なんかいいです。バルーンの後ろだね。あ、逃げたか。あ、ポイズンだ。そこにいる？あー、しょうがない。じゃあ、とりあえず、分断してもらおう。で、裏から来るかな？じゃあ、裏のイカをやりに行きまーしょう！うっそー！うわー、これ相打ちか。やべえな。いや、可能だったら一方的に借りたかったけれども、ナイスリードね。よし、味方が強いからいいぞ。 S プラスは味方が強いからな。俺が弱くてもな、味方がやってくれっからな。いいんだいいんだね、いいんだ。あ、ハイドラさんだ、こんにちは。あ、あ、ごめん。仇を撃たれてしまった。よし、さあ、どんどん行こう。メガホンはめたいね。たまるかな。たまらなくても終わりそう。よし、よくない。残り1。これはね、残業になるとすごくめんどくさいんですよね。あの、ペナルティが70ぐらいつくからすごくめんどくさいんです。よし、塗りましょう、塗りましょう、塗りまくれ。ハイドラがいる、ハイドラがいる、ハイドラがいる。逃げろ逃げろ逃げろ、スピードコラ、スピードコラ、性格スピードコラ、逃げろ逃げろ逃げろ。塗って塗って、みんな塗ろう。よし、塗ってこう。よし、敵に落ち、オーケーオーケー、塗ってこう塗ってこう。あー、汚い声を出してしまった。いや、うん、味方が塗り意識が高くてとても良かったと思います。
さあ、というわけでリザルト画面です。あ、うん、割と拮抗していた感じですね。いやー、ハイトラ様強かったね。というわけで今回ここで終わりにしたいと思います。お相手はワタピーことガルナでした。それじゃあまたね、バイバイ。よし、次回も S プラスで頑張ります。